水湖天の寮でございます。今から向こうまで行ってみましょうかね。ここか、ここやな。ここに行ってみますね。ハイレーションまで行きましょう。二子塚古墳から200メーターこれ離れてるのかね。先ほどちょうどあの前でね、礼拝所の前でちょうどね、なんかゲームやってあったんでね、いろいろ聞くことを聞いたんだけど、関係ないで、古墳なんか全然関係ない、ここだけもらったんや、言うて、あれをメインに来たんだから、わしら、何だったんだろうな、誰が水郷天皇陵や、言うてね、で、ここにもあるけど、向こうが間違いないとかね、いろんな話聞いてたけど、で、ここ10年ぐらいのうちにね、調査されて、発掘調査されたんかな。な間違いないこちらの方にね、石棺が2つ入ってるというようなことでね、こっちが間違いなかろうようなことになったみたいですけどね。だからあの昔のあの伝承は何だったんだろうね。はい、失礼します。なんとか石室はね、宮内庁では中入られんからね、見ることできないんだけど。水湖天皇、御立天皇皇嗣、武田皇后墓、はい、そういう感じで、陵と墓ね。天皇の場合は陵と言いますけどね、お子さんの場合は何もなかった、天皇なってはらへんからね、陵、墓になってます。はい、ありがとうございます。ここはね、柏原の水湖天皇の所葬部は柏原市のね、上山古墳でございます。今ね、整備、修復整備されてますけどね、何年か後にはまたきれいにするようでね、言ってありましたけど、今シートがいっぱいかかってますけどね、こちらの方がね、最終的に改装されてね、武田の皇后と一緒にね、合葬されてますけどね、水郷天皇陵でございます。はい、ありがとうございました。水郷天皇陵でございました。